マリオ・レゲーロは、ウルグアイのシトモンテピデオ出身、元同国代表サッカー選手、ディフェンソールスポルティング所属、アフリカ系ウルグアイ人。縦に相手を抜き去り、サイドライン際からクロスを上げる、あるいはゴールに向かって切れ込む、というスピードを生かしたプレーを得意とする。バレンシア CF 移籍後は、ビセンテ・ロドリゲスの負傷により多くの出場機会を得るが、決定機をことごとく外すために、 監督の信頼を失い、2005から06、シーズン終了時の放出リストに載っているとまで、噂されてしまう。しかし、シーズン終了間際に大車輪の活躍を見せ、ホワキンサンチェストのトレード要因にされることもなく、無事残留。そのため、常に追い込んだ方が力を発揮するのでは、とファンに噂されている。2006から07シーズンは、ビセンテ、ダビドシルバ、 ハイメガビランだとの熾烈なポジション争いが予想されたが、第13節レクレアティー・ボエル・バセンにて、左膝前十字靭体を損傷した。2007から08シーズンは、レアル・ムルシアへ、レンタル移籍し、シーズン終了後に、アリス・テッサロニキへ3年契約で移籍した。だが1年で契約を解除し、ナショナル・モンテピデオへ復帰。2010年7月、アルゼンチンの CA。 ラヌースへ遺跡、ありがとうございます。